ただいまより本日のメインイベント出会戦を行います。赤コーナー、日本セリアフェザー級に125パウンドルービック八戸所属マーク堀越。デビュー以来7戦全勝、負けを知りません。ルービック八戸ジムのマーク堀越。赤コーナー、日本フェザー級6位124パウンド創価有沢所属飯泉健二。今日が10戦目、発勝して7つの KO 勝ちが立派です。飯泉健二、創価有沢ジム。同じく中森昌司、レフェリー森田健。レフェリーの森田さんに招かれます。24歳のマーク堀越右側、そして19歳飯泉健二左側です。両選手ともに一昨年デビューしておりまして、マーク堀越が59年の7月、そして飯泉健二が59年の4月のデビュー。さあ、フェザー級の10回戦、今日のメインイベントが今始まりました。赤いトランクス、白いベルトラインが小柄な162センチマーク堀越、一方166センチ、身長で4センチ上回ります飯泉健二が黒いトランクスです。サウスポースタイル飯泉、新潟前マーク堀越。アメリカのテキサス州サンアントニオで生まれまして、カリフォルニアのにかなり長く住んでおりましたマーク堀越、現在はアメリカ軍三沢基地の陸軍軍曹、通信の仕事をしております。一方の飯泉健二の方は埼玉県の春日部市の出身です。高校に入ってアマチュアのボクシングを行いましたが、一戦だけやって早くプロになりたいという中学時代の夢を叶えるために、高校を1年で中退いたしまして、創価有沢からデビューしております。キャリア2年の飯泉、1年9ヶ月というマーク堀越。立ち上がり左を伸ばしております。この左のジャブが非常に速いんです。そして伸びます。赤いトランクスのマーク堀越。原田さん、はい、やはりあの左のジャブ、これを飯泉がどう殺していくかというのが一つの見どころですね。そうですね、でも怖がってないんですね。やっぱりあの泉君もですね、打っていった方がいいですね。マー君はですね、はい、一発避けてもですね、2や3発できます。あの顎がちょっと出ますからね。それはやっぱり泉君のね、パンチが当たれば面白いと思いますよ。なるほど。入り具合に気をつけないといけないですね。はい、そういえばマーク堀越は去年の7月に試合を行った時にその顎を捉えられまして、右のストレートカウンターを受けて、岡本、広島三栄ジムの岡本からダウンを奪われたことがあります。しかしその試合も8回落下、判定で勝ちまして、これまで7戦して7勝、5 KO という戦績を持っております。背中を見せているマーク堀越、右を伸ばします。一つの作戦としては飯泉としては、どうやらあの右を伸ばすことによって相手の左を封じるということを考えているようであります。盛んに右を伸ばしてまいります。飯泉、小林さん、はい、その今私が申し上げた一つの戦い方も作戦の中の重要なポイントになりそうですね。先に出てリードパンチが強いとですね、飯泉の右を返します。手が強いんです。やはりリクリできないですよね泉。はい、はい、リラックスしてですね、こういったその変幻なボクシングにね、惑わされないですね、はい、うまく右を使ってですね、この左ストレート右がパンチありますから、はい、まあ引くまでに打ってほしいですね。はい、引くまでのコンビネーションですかね。はい、右を引く。第1ラウンド残り10秒です。右ストレート、必ず一発で終わらないことですよね。はい、うん、マークの右のストレートです。右のストレートを返しております。さあ、このラウンドは10対10のイーブンです。打ち合っても10対10のイーブン、力が入ります。アメリカ出身、1961年11月生まれ、デビュー昭和59年7月、戦績7戦全勝、7勝のうちには5つの KO 勝ちが含まれております。対します青コーナー、飯泉健二、創価有沢ジム所属、茨城県出身、昭和42年1月生まれ、デビュー59年4月、
戦績9戦8勝1敗、8勝のうちには7つの KO 勝ちが含まれております。右側のマーク堀越は去年の2月に全日本フェザー級の新人王に輝いております。4回ナックアウトで完売してジムの木村を下しまして全日本フェザー級の新人王になりました。一方の飯泉はやはり去年の新人王の予選に出場いたしましたが6月に1回戦で河合ジムの菊池に敗れました。判定で敗れまして新人王の夢は絶たれました。しかしその菊池に対しましても去年の4月に、6回戦で4回ナックアウトで敗りまして、雪辱を果たしております。おととしの6月に新人王の予選に出場した右側黒いトランクスの飯泉、一方のマーク堀越も予選はおととしから始まっておりまして去年の2月に全日本の新人王に輝いております。第1ラウンド放送席の採点では互角という判定が出ておりますが試合は第2ラウンドに入りました。黒いトランクス、黄色い縫い取りがあります飯泉健二、19歳です。草加有沢ジムというのは東武線の八塚という駅の近くにありますが現在選手が10人、その中でも目立っておりますのがこの飯泉と、それから先日友成光選手を破りましたジュニアウェルター級の1位の菊崎英二、この2人でジムをリードしている、引っ張っているという草加有沢ジムです。一方の赤いトランクス所属しておりますルービック八戸ジムにはおなじみのジュニアミドル級のチャンピオンのカーロス・エリオットがおりまして、このエリオットと、まあ、ウエイトが違いますのでスパーリングをするというわけにはいきませんけれども、マスボクシング、あるいはエリオットから先輩のエリオットからいろいろとボクシングについて、教えられております。右側のマーク堀越、足田さん、はい、赤コーナーです、ね、今井さんどうぞ。滑り出しとしてはまあまあだと堀越の方はね、うん、ところがちょっとやっぱり硬さがあるなということを言ってますよ。硬いですか、久々の試合なんでちょっと硬いなということを言ってますね。そうですね、去年の7月から9ヶ月ぶりの試合になっております。マーク堀越の試合になりました。それともう一つね、はい、やはり相手の選手は、うん、ちょっと右のフックが要注意かなということでね、4、5回あたりがちょっと注意しなきゃいけないかなと、こういう話でしたね。第4ラウンドか第5ラウンドに要注意と、はい、こういうことですね、はい、泉の左の目の下赤くなってまいりました。ちょっと切れているのか腫れも見えます。そこ傷口のところに右フック、このボディブロー、はい、今度は顔面打ち上げます。先手先手とマークが攻めます。距離を詰めたい泉、まとめていく逆に今体を預けました。マーク堀越、そしてロープに置いておきます。この辺りの攻めどういうふうに考えますか、はい、今の攻めはどうですか。今の攻めですか、非常に良かったと思いますよ。ボディからもう、はい、やはりね、泉君もね、いいところですか、はい、ちょっと力みすぎてますからね。そうですか、うん、そのあたりやっぱり一発右のフックが当たればという意識もあるかもしれません。そうですね、小林さんは10対9とマーク、原田さんは10対10のイーブンであります。おととしの7月にデビューをいたしましてキャリアが1年9ヶ月です。この間に7戦して7勝、まだ負けを知りません。 5KO という素晴らしい戦績、マーク堀越。ファーム夫人との間に去年の4月に生まれました1歳になる男の子がおりまして、さらに奥さんは今年の7月に2人目の赤ちゃんを出産する予定になっております。マーク堀越です。足田さん、はい、飯泉のアリサワ、草加有沢ジムのアリサワマネージャーですけれども、はい、相手のジャブ、マーク堀越のジャブが非常にいいので、そのジャブに合わせて右で上から殺せと、そして左ストレートをボディに叩き込むようにという指示でありました。ちょっと硬くなっていると、飯泉も硬くなっているという感じでした。両コーナーのセコンド君は両線下に硬くなっているという見方をしております。ストレート顔面を捉えます。いや、ちょっと
マック氏イーズの左のストレートが上がりました。ライソンラウンド今度は左のフック左サイドマック交代日本ジュニアフェザー級2位のマック氏、ね、はい冷静にチャンスオーナーさんがボディブロー腕腕腕腕この辺りはイーズのポイントを稼いでいます。日本フェザー級6位のイーズミまだ19歳です。イーズミの左の目の下の出血といいましょうか、かすり傷これは止まっております。血が止まっております。マークが交代します。じりじりと距離を詰めるイーズミ右のストレートカウンターマークやはりちょっと逃げてますからね。簡単セクが当たってもね、左のストレート下がりながら打ってますからね。ちょっと、はい、当たった方がないですね。あそうですか、はい、また青コーナーに追い込んだイズミこれを入れ替えます。マーク今日のウェイトはマーク堀越が125ポンド契約ウェイトが125ポンドちょうど 56.7 キロ対しましてイズミ健二は1ポンド下回りまして、56.2 キロでリングに上がっております。まあ、イズミにとりましてはフィナフェザーを122ポンドというのが自分のベストウェイトであるというふうに言っておりまして、いずれはもしタイトルを狙うならば、マークと同じラウンドの2分過ぎ飯泉の連打をご覧いただきます。左から入って右を返しますね、はい、そして左のストレートから2よく手が出ました。さて、次回5月1日のこのダイナミックグローブは後楽園ホールから日本ジュニアウェルター級のタイトルマッチをお送りいたします。現在チャンピオンは日本ジュニアウェルター級平中昭信楠木沖縄ジム、対しまして挑戦者は前チャンピオンの帝拳ジムの田中正弘。いわばトラブルにとりましては借りを返す、チャンスということになります。5月1日は日本ジュニアウェルター級のタイトルマッチ他の試合をご覧いただくことになっております。さあ第3ラウンドにワンポイントリードを放送席の採点では奪った飯泉がちょっと今ニュートラルコーナーに追い込まれております。体を預けます。マーク堀越打ち返します。打ち返す飯泉が打ち返す苦しいマーク苦しい手が出ない左マークの左から右今度はマーク構成一瞬一体また打ち返すイーズミいい打ち合いだ。19歳のイーズミ24歳のマーク同じ目になってまいりました。マーク取り越し右のストレートマークの右のフック右のフックナイスボディちょっと疲れてるんですね。疲れてますね。大きく口を開けます。マークは一発を狙ってきました。コンビネーションが見られません。マークは一発右を狙っています。左のジャブが出ません。おっ左フック引っ掛けた。そして右先ほど小林さんからパンチがあるというお話がありましたけれどもマークは一発一発が不思議不思議と顔面を捉えます。飯泉
も狙う、飯泉も狙っています。やっぱりマークに合わせちゃいけないですよね。あ、そうですね、やっぱりコンビネーションでいかないとね。はい、はい、明日さん、明日さん、そう、ストレート低い、あの飯泉陣営ですが、絶対マークの正面に立つなと、体振って横から攻めろと、サイドステップをしろという、それからボディから攻めろ、これだけです指示は。おっと飯泉が手が出ません。おっと右につく、マークはボディです。マークはボディから顔面打ち上げる、右つく、飯泉よく耐えている。吉田さん、はい、その鼻血ですけどね、鼻左右両方切れてましてね、両方から出てるけども、次の回は止まるだろうと、セコンドは強気ですね。今のところちょっとあの出血の量も減ってきたようですね。しかしまあ鼻血があるんでちょっと苦しんで口をパクパクせざるを得ないというマーク堀越。ナイス、ナイス、左右低い、チャンス、マーク体を揺らいた、これは見応えのある攻防だ。あーっと大きな人に、これはダメだ、空振りだ。4ラウンド終了いたしました。ああ、いい試合ですね。素晴らしい試合ですね。10対10のイーブン、第4ラウンドは10対10のイーブンです。どうも、右側マーク鼻血の治療を今受けているところでありますが、マーク堀越、ここまで第4ラウンド終了いたしまして、放送席のポイント上は飯泉にワンポイントリードを奪われております。飯泉の健闘が光ります。第3ラウンドに飯泉が有効打を奪いました。さあ第4ラウンドに素晴らしい打ち合いがありましたが、第5ラウンドはどうでしょうか。試合は中盤、マークの方はもし今日大きな怪我ダメージがなければ、今月の末、ちょっと間が迫ってはいるんでありますが、韓国のソウルで WBA のバンタム級2位にランクされておりますパク選手とジュニアフェザー級のウエイトで試合をするということがある程度決まっているという話を五戸会長が話しておりました。従いまして、それでもし勝てば世界ランキング入りも果たせるというマーク堀越、今日の試合は何としてもいい内容で勝ちたいところであります。テキサス州アントニオで生まれたマーク堀越、お父さんが空軍の歯科技工士をやっている関係でいろいろな基地を、渡り歩いたという表現、ちょっと的確ではないかもしれませんが、アラバマからアラスカ、そしてイリノイ州、そしてカリフォルニアへと転々としてまいりましたマーク堀越。高校と短大はカリフォルニアで出まして、そして、アメリカ陸軍に入りましたマーク堀越であります。本名はマーク・ブルックス。とにかく五戸会長に言わせますと、センスが天性のもので、ボクシングはまさにゼロから出発したわけだけれども、非常に覚えが早いし素直である、期待も大きい、このマーク堀越であります。一方の飯泉は右、反則ですか、右、いきなり右、左は使えません。マーク左、左に引く、また左に引く、そして右、マークが左のジャブよりも今日は左のロングフックを対応しております。このあたりは原田さん、どういうことなんでしょうかね。はい、なんかちょっと見てますね、やっぱり追い込んでもらいたいなと思いますけどね、カウンターがやっぱり強くつけてるんですかね。やはり接近戦するとね、非常にあの飯泉君もパンチがあるもんでね、距離を取ってるんじゃないかなと思うんですけどね。あ、そうですか、はい、離れて打ってるんですかね。そうですね、はい、打った後上体をクッと引きます。スウェーバックを出します。マーク堀越、でも非常にうまい攻撃をしてますね。この辺りからちょっとマークのペースが出てきたという感じもいたします。第4ラウンドまで飯泉の連打が見られましたが、このラウンドはまだ連打がありません。飯泉、やっぱり飯泉も合わせちゃいけませんね、これね。おう、マークの力いっぱい叩きつける右のフック、おう、ストレート、左、マーク構成、このラウンドはマーク構成。こういった距離の出方は最高の前ですね、マークはね、はい、さあ今度は飯泉のまとめ打ち、固め打ちが見られるか、またロープを背負っているのが飯泉です。ナイスボデ、おう、左右、ここで第5ラウンド終了いたしました。このラウンドは今度はマークが取りました、10対9。これで放送席は第5ラウンドを終わりましてイーブンとなった。第5ラウンド過ぎ、
の1分半過ぎのマークの連打をご覧いただきます。右をドスンドスンと当てていく感じのパンチでした。この結果第5ラウンドはこのマークが取りまして、第3ラウンドに飯泉が取ったこともありまして、第5ラウンドを終了した時点で放送席の採点はイーブン互角となっております。さあ問題はマーク堀越の方が9ヶ月ぶりの試合ということでスタミナがどうかということも一つの焦点になってまいりました。ちょうど今前半の5ラウンド終わった時点であります。マークが頭から水をかぶったこともあるでしょうが、しかしちょっと汗の出具合も多いような気もいたします。サウスポースタイルの飯泉、第3ラウンドには素晴らしい攻撃を見せまして、ワンポイントリードを奪いました。これね、非常にマークはね、状態がね、結構顔が小さいんですよね。ですからね、なかなか飯泉君のパンチもね、当たりにくいと思うんですよ。はい、ですから、やはりボンデーからね、ちょっと攻めたいなと思うんですよね。右にダックして、左のストレートを当てようという、これも練習をしてきた飯泉健二でありますが、的確にまだ左のストレートがこのラウンドは当たっておりません。中学時代からプロボクサーに憧れました創価リサージムの飯泉健二、高校は足利学園、栃木県の足利学園ボクシング部、あおっと左のストレート、足利学園のボクシング部に入ったわけであります。アマチュアのボクシングを一戦一勝したところで、1年で、中退をいたしまして、現在は喫茶店で、働きながら創価リサージムでボクシングをしております。ボクシングオンリーという感じの飯泉健二。足澤さん、はい、赤コーナーですね。やはりスタミナ面で、試合も久しぶりなら、スパーリングも満足にしてないんでスタミナがちょっと心配だというのは五戸会長ですね。だけど今のところ大丈夫そうだということですね。はい、でアドバイスしたのは小さく打てということを言ったと、それだけだそうです。あ、そうですか。はい、足澤さん、はい、飯泉陣営ですが、やはりそのスタミナということがね、ウィッポイントと見て、ボディを狙え、ジャブからダッキングしてボディ、それも小さいパンチで狙えと。なるほど。おー、ストレート左の右。さあ、このチャンスをものにするか泉。まだこの試合両選手ともにダウンがありません。おっ、右、腰がちょっと落ちた。マーク堀越、今度は泉構成だ。あー、振りが大きい。攻めて、そしてボディを狙いという若林アナウンサーのリポートがありました。マークの対戦、来る。マーク苦しい。飯泉チャンス。マークが懸命にクリンチ。アナさん、この辺りを見ておりますと、苦しいんですね。苦しいですね。もう頭を持っている時間には空いてますから、腹を打った方がいいですね。はい、懸命に口で呼吸をしながらマークが攻め返します。まだ花火が流れております。マーク堀越、また抱きつきます。これは明らかに苦しい証拠。ホールディング中、おーっと減点1。マーク堀越減点1。第6ラウンドホールディングの反則、森田レフェリーが減点1を指示いたしました。さあこうなりますと、このワンポイントもかなり問題になりますね。いやー、これはそうですね。しかもこのラウンドは飯泉が第9を取りましたからね。取りましたからね、はい、マークはちょっと大きいですね。そうですね。6ラウンドにマーク堀越1ポイントの減点を命じられました。相手の体を抱え込むように、相手の両腕を抱え込むようなホールディングの反則であります。さあこれで、先ほどの第6ラウンドはポイント上が10対9、さらに減点1ということで実質的には10対8。マークにとりましてはポイントで勝負をするには非常に苦しい減点でありました。試合は第7ラウンドに入っております。両選手とも今日初の10対戦、懸命に相手を抱え込みました。おっと、ちょっと勘違いをした。マーク堀越、ここはチャンスだ。泉健二、ボディを狙う。マーク棒立ち、マーク棒立ち、ロープを背負った。マーク
堀越はあチャンスですね、今やはり効きましたよ、ですね、これは、はい、ボディボディ、そう、飯泉としてはボディを攻めたい、スタミナのロスを大きくしております。マーク堀越左の服単発です。もうコンビネーションは見られません。マーク堀越飯泉チャンス、しかし飯泉も打ち疲れたか、もう疲れましたね、もったいないな。マークは辛くも立っているという状況です。アートダウン、スタンディングダウン、この試合初めてのダウン、あーっと首をひねった。この辺会長の方を見て首をちょっとかしげました。マーク堀越でも打つろ、試合再開、さあダウンを1回奪われたマーク堀越、あーっとちょっと見えているぞ、うん、マークカウンターを狙うがダメ、飯泉チャンス、飯泉アッコーナーに追い込んだ、さあ飯泉ボディを狙いたい、相手の両手の長いのをこれを邪魔にするようなボクシングをしたい、相手が邪魔に思うようなボクシングをしたいと言っておりましたが、まさにそういった試合展開、あーっとこれも腰を押した、反対一発はチャンス、マーク飯泉チャンス、ダウン、あーっと試合ストップ、試合ストップ TKO、 TKO 勝ち、飯泉健二やりました、テクニカルナックアウト勝ち第7ラウンド、テクニカルナックアウト勝ち、素晴らしい根性で試合をものにいたしました。若干19歳の飯泉健二、ソーカーアイサーキム。第3ラウンドにポイントを奪い、そして第6ラウンドにもポイントを奪いました。マークは第5ラウンドに1ポイントを奪っただけ、放送席の採点でした。そして試合は第7ラウンド。後半に入ってやはりスタミナ切れを起こしました、マーク堀越。ただいまの試合7ラウンド1分50秒。7ラウンド1分50秒。1分52秒、第7ラウンド1分52秒、テクニカルナックアウト勝ち、飯泉健二。石澤さん、はい、五戸会長ですがね、やはり久々だっていうのは辛いなという言葉を少なにですね話して、もう控え室の方に消えました。そうですか、飯泉健二、日本フェザー級6位のソーカーリサージムの飯泉健二が、見事にマーク堀越からテクニカルナックアウト勝ちを奪いまして、これで、9勝目を挙げたわけでございます。